プラスキトリデの戦いは、南北戦争中のジョージア州サバンナに近い対イ BE、島の北軍陸軍と海軍の戦隊が南軍の保持していたプラスキトリデを112日間包囲した後、海戦からほぼ丸1年が経った1862年4月10日から11日に30時間の砲撃を行った後にトリデを占領した。この戦闘は既存の海岸防御地を無用にした。 革新的パロット砲を使ったことで重要である。北軍は砲火のもとで大規模な水陸共同作戦を展開した。プラス一人での降伏により、港としてのサバンナは戦略的に閉鎖された。北軍は海上封鎖を拡大し、大西洋岸を南への航行を可能にし、陸兵一万名の大半を再配置した。南軍の陸軍と海軍の守備隊は、 北軍の前進を3ヶ月以上止め、サバンナ市を守り、この戦争の間、北軍の海からの進行を止めた。海岸部鉄道の接続は、封鎖されていったサウスカロライナ州チャールストンまで、延伸された。プラスキトリでは、ジョージア州のサバンナ川の河口に近いコックスパー島に、ある。サバンナ市に、海から入る水路を監視していた。サバンナは綿花を輸出する港として、 鉄道の中心として、また、州の交渉や民間造船所など州災害の工業地帯として、商業的にも工業的にも重要だった。砦の背後のサバンナ側に、南の二つの入り江が導いていた。プラス木砦のすぐ東、ヒルトンヘッド島が見えるところに、灯台のあるタイビー島があった。プラス木砦は、ジョージア州からアメリカ合衆国に割譲された土地に、 国内海岸の防衛体系、第3システムの取として建設された。ジェームズ・マディソン政権へアメリカ合衆国議会によって政府支出が承認され、第3システム取の建設は、バージニア州のジェームズ・モンロー、ジョージア州のウィリアム・クローフォード、サウスカロライナ州のジョン・カルフーンなど歴代、アメリカ合衆国陸軍長官の指示で進められた。対 B 島では、 以前にあった二つの砦に代わって新しい砦が建設された。イギリス植民地時代の砦はアメリカ独立戦争の時に破壊された。アメリカ合衆国として最初の砦はジョージ・ワシントン政権で承認されたが1804年のハリケーンで吹き飛ばされた。プラス機砦の建設は1830年代に始まりジョン・タイラー政権の1845年に 陸軍長官テネシー州のジョンベルの後継者によって完成された。新しい砦はアメリカ独立戦争の時のポーランド出身の英雄、カジミエ・シュプワスキにちなんで名付けられた。砦の建設時に若き日のロバート・イーリー中尉が公兵として関わった。当時リーはサバンナに住んでいた。第三システムの砦は旧ジャクソン砦から下流に、 サバンナの防衛を拡張したものだった。ジャクソン取では第2システムの砦であり、サバンナ市に近く直接バ橋への接近から守るものだった。1860年国政選挙の運動で、南部の分離主義者が、その敵が大統領に選ばれた場合に内乱の脅威を訴えた。ジェームズ・ブキャナン大統領とその陸軍長官、バージニア州のジョン・ブキャナン・フロイドの政策に従い、 新しく就任したエイブラハムリンカーンの政権は、最初に南部における取り交渉あるいは造兵局に守備隊を置かず、守らなかった。この政策は1861年4月12日まで継続されたが、プラスキ取り出から大西洋岸に沿って北にあるサウスカロライナ州のサムター取り出で状況が変わった。1861年1月3日、ジョージア州が、 アメリカ合衆国から脱退する16日前、志願兵民兵が連邦政府からプラス機取り出を奪った。南軍は取り出を修復し、武装を強化し始めた。1861年後半ジョージア、方面軍指揮官、アレクサンダー・ロバート・ロートン将軍がリッチモンドへ転籍になった。11月5日、ロバート・イーリー将軍が新設された、サウスカロライナ・ジョージア・フロリダ方面軍の指揮官に、 ついた。ロートンが10月に書いた報告書にはサバンナ周辺で2753名の将兵を挙げており、方面軍のほぼ半分だった。ジョージア第一世紀兵連隊はタイビー島に割り当てられた。この部隊はタイビー島に砲台を建設し、海浜にある見張り台と共にその守備についた。この連隊はバージニアに転属となり、 1861年7月17日に出発した。オルムステッドのジョージア第一志願兵連隊が北軍に包囲された間を通じて、プラス機砦の守備につくことになった。プラス機砦は厚さ7フィート半の壁と補強の石桟橋があり、無敵と考えられていた。ロバート・イーリー将軍が以前にオルムステッド大佐と共に砦の防御度を調査しており、 敵の砲弾でかなり暖かくなるかもしれないが、あの距離ではこの壁を破れないと判断した。広く沼のような湿地が、鳥の前面を囲み、固有のワニが群がっていた。攻撃する船は、射程範囲に近づけず、陸の砲台は1、2マイル離れたタイビー島より、近くには置けなかった。700ヤード離れると、格好砲や球砲では、鳥の厚い石像壁を破るチャンスは、 ほとんどなかった。1000ヤードを超えると、全くチャンスはなくなった。アメリカ公兵隊長であるジョセフ・ギルバートとってんは、ロッキー山脈に砲撃するようなものだと言ったと言われている。包囲戦に成功するとすれば、守備隊を植えさせて、降伏に追い込むしかなかった。取り出の守備隊任務は、訓練されていない兵士が遅れを取り戻すことに当てられた。例えば5月にある、 新聞特派員が次のように報告していた。南軍兵は、早朝に重い大砲を砲画に乗せるような重労働で、費やされた。続いて、重砲での強練が1時間半あり、実際に1マイルか2マイルの砲弾を放つ。各砲員の習熟度は、射撃訓練本でたどられた。兵士は砲術を試験され、その後1時に昼食をとった。臨番の疲れた部隊は、 不評戦術について士官による調査に戻り、1時間の教習があった。6時に召喚された。続いて、清掃更新で退却し、戦闘体系の展開など、不評訓練を行う。その後に、夕食となり、その後の1時間で、軍規則の昭和があり、9時に就寝となる。ロバート・イーリー将軍は、サウスカロライナ、ジョージア、および、 フロリダの海岸方面軍指揮官としてサバンナに本部を置いた。軍務の初期に建設を支援していた砦に戻って来ていた。同じ場所に作られた前の砦をハリケーンが破壊していったので、砦の周りの海水と溝でつなぐことを提唱していた。リーはその地域の土や海の調積を知り尽くしていた。北軍がタイ B 島に初めて入った時、 プラスキ取りでの工事はゆるり進行していたが、ロバート・ E リーの方面軍指機関としての判断は、この川は力で越えられないだった。古いジャクソントリでは武装、強化され、内陸への障壁になっていた。サバンナの水路は閉鎖されていた。12月、北軍はチャールストン港で石の艦隊を沈めていたので、それを使うつもりがなかったとリーは判断した。我々は、 南部海岸の他の場所に対する襲撃に備える努力を怠ってはならない。そのために、プラスキトリデ背後に導く水路に、南軍が船を沈めた。1855年の海図。サバンナは、左の赤色着色部、ジャクソントリデが、中央左の湾曲部、プラスキトリデが、河口のコックスパートの上、右下に、対 B 島北岸リーは、 ジェームズ川で指揮を取っていた女裁やタットノール、海軍順将を連れてきた。ハンプトンローズ海戦直後に、今にも北軍のモニター艦からの攻撃がありそうな状況下で、水兵を上陸させて、リッチモンドの防御を拡張した。タットノールはその奉仕を砲台に駐屯させ、リッチモンドのトレドガー鉄工所をモニター艦が砲撃する脅威を除こうとした。タットノールの水兵は、 サバンナのジャクソン砦対岸の砲台と類似した働きをするはずだった。リーはプラスキトリデの防御に注意を向けて、砦の上流に砲台を築くという北軍の動きを予測した。リーは北軍が包囲戦を仕掛けて、プラスキトリデの背後に入ってきそうな位置を攻撃できるように大砲を据えるよう命令した。1月、タットノールが三隻の砲艦で川の北軍砲艦七隻を 攻撃した後、D はサバンナ川を敵が近づいてくるのを妨げる方法はない。さらに敵に対抗できる川の戦力を持っていないと評価していた。第3システムの砦であるプラス機砦は土木工学によって作られた海岸防御の砦であり、少なくとも4ヶ月の食料があった。この時の主要な目標は我々は死を守るために努力しなければならないになっていた。 死の浮きドックは新たな川の妨害物として沈められた。3月、フロリダからテネシーへ連帯を移し、そこでの我が軍の災難後の作戦を回復するという陸軍省の命令をリーが伝えた。ジョージアの部隊は7月にバージニアに送られており、さらにジョージアの部隊がテネシーに移動することになった。南軍政府は軍の食料を生産する。 国葬地帯のプランテーションを確保しておくために海岸部の部隊を引き上げて、北軍の砲艦がジョージア内陸部まで深く入ってこられたので、フロリダではアパラチコラガーのみをあらゆる手段を尽くして守る必要があった。リーのリッチモンド移動の時に緊急防御工作の様子を象述し、北軍が死に接近する可能性について、ロートンの 熱心で密接な注意を要求した。現在は敵がサバンナ川を取りそうに見える。島の砲台にあった大砲は本土に移され、サバンナの防御線周辺に置かれた。サバンナ市より上流の川の障害物はマカリスター砦が包囲された場合に、上流の農園主によって設置されることになっていた。サバンナ川を使って、直接上流に敵が進行するのを遅らせ妨げる。 ために、あらゆる努力がなされるべきだった。敵が湿地あるいは島の砲台によって進軍しようと、するならば、可能な限り追い返さなければならない。石膏は、敵の宿営地を発見し、いつ出発できるようになるかを見つけるよう命令された。マッケ系のポイントに新たに置かれた、大砲三門の砲台は、北軍の砲艦の進行を武力で止めることを、意図していなかったが、 タットノールの砲艦の支援があれば、ジャクソントリデを脅かすような、エルバ島に北軍が砲台を築くことを妨げられる、はずだった。北軍公平中隊の背後にあるのは、南軍が燃やした東大サバンナにある、ジャクソントリデは、市から約3マイル下流にあり、他に2つの砲台で補われていた。守備兵は、砲台線を建造した。D はまず、プラストリデの背後でサバンナ側に導く。 航行可能な入り江を見下ろすコーストンの崖上に砲台を置いた。続いて、さらに上流のエルバ島に砲台を置き、サバンナへの川からのアプローチを塞いだ。北軍海軍指揮官、サミュエル・デューポンは、D の防御体系を上流まで視察した。陸軍のトマス・ W ・シャーマン将軍が、デューポンの推薦に逆らって、D の川の砲台を攻める、よう主張すると、シャーマンは、 西部戦線に転籍され、代わりにデイビッドハンターが指揮官になった。北軍艦隊は大西洋の入り江や海岸の湿地を喫水の浅い船、ボー,オーとモニター艦で探検した。しかし、サバンナの南にあるマカリスター鳥のような土盛り工作物に対した時、砲撃だけでは実行がなかった。北軍はウィリアム・シャーマンが1864年に行った、 内陸から海への進軍までサバンナに前進しようとしなかった。1862年4月にプラスキ一人デがサバンナから切り離された時、チャールズ・エイチ・オルムステッド大佐指揮下の守備隊は650人から385人の将兵に減っていた。不評を起中隊に編成され、大砲はコロンビアード砲10門、9砲5門、4.5インチブレイクリー砲1門など48門。 あった。南軍の隊 B、島放題はそれ以前に解体、放棄されており、大砲は砦に移された。砦は1月28日に6ヶ月分の食料を入れた。オルムステッドはリーと相談して、あらゆる侵入路に対応するために城壁と訪問の武器を配分し、いくつかは西部の湿地やサバンナ北の水路をカバーするように置かれた。南軍の襲撃者が島の面下が、 北軍の手に渡るのを避けるために焼いた。対 B 島の灯台など、航行補助剤は解体され、焼かれた。前進してくる北軍に利用されそうなものはすべて、南軍兵が焼いたという現場からの報告があった。1861年8月、陸軍長官、サイモン・キャメロンが陸軍と海軍の合同、遠征軍団を承認した。トマス・ W ・シャーマンが、陸軍部隊を指揮し、 海軍の艦隊司令、サミエル・デューポンが海軍の戦隊を指揮した。北軍は連邦政府の資産として南軍のサバンナ港に近いプラスキトリデを再占領し海上封鎖を南に広げるつもりだった。第一に南大西洋封鎖戦隊の石炭補給基地が必要だった。それがあれば遠征のための基地としても使えた。 サムタートリでは1865年まで取り返せなかったが、1861年11月に起きたポートロイヤルの戦いで、近くに準備基地が必要なことが明確になった。北軍がポートロイヤルを占領しようという時、南軍のジョサイア・タットノール巡将と、そのモスキート艦隊が活発に防御を行い、北軍の南大西洋封鎖戦隊の一部に嫌がらせを行った。 その後の数ヶ月間で経験を積んだアメリカ海軍の指揮官だったタットノールはその南軍戦隊を訓練し海岸、水陸共同、補給、川の作戦など柔軟な任務に使えるようにしていた。北軍の艦隊司令、デュポンの下に15隻の艦船で北軍遠征隊がポートロイヤルに接近した時南軍サバンナ川戦隊が 機関の砲艦 CSS サバンナ、サンプソン、レディ・デイビス、および補給船リゾリュートで出撃した。この4隻に奴隷商船を転換した死略船ボニータを加えて、11月5日に北軍艦船15隻のうちの8隻と遭遇し、装備が劣り、戦力で差をつけられた。この船体は夜の間にジョージア州のスカルクリークに交代した。翌日また出撃した。 近くの北軍重量級艦船と交戦するサバンナからの砲撃でカバーされサンプソンが水陸共同作戦を支援してポートロイヤル守備隊の多くを収容したリゾリュートはサバンナ市に文献隊を送り届けてから戻ってきてウォーカートリでの守備隊を脱出させた続いてポープのランディングヒルトンヘッド島に上陸させそこに放棄された南軍の大砲を使えないようにした サバンナは北軍艦船から砲撃を受けていたボーリガード砦を支援するために海兵を上陸させたが援軍が到着する前に砦は陥落した。サバンナは守備隊を収容し修繕のためにサバンナ市に戻った。北軍はヒルトンヘッド島に施設を建設した後プラスキトリデを包囲する準備を始めた。北軍の遠征隊は次にタイビー島を占領した。 北軍のプラス機取りで進軍は1861年11月24日に始まった。南軍がタイビー島を放棄していたと偵察した後、艦隊司令リューポンがタイビー島灯台で3隻の砲艦による水陸共同襲撃を命じた。2時間の艦砲射撃の下で南軍の将兵が灯台に火をつけて撤退した。 アセスフラッグのクリストファー・ロジャーズ中佐が13隻のボートで水兵と海兵の上陸部隊を率いて上陸して東大とマーテロー等を占拠し双方に正常期をなびかせたその夜は人員を減らした中隊が騎士の南軍を欺くために見せかけの焚き火を焚いた2日後デュポンと陸軍のシャーマン将軍が自ら視察し11月29日 公兵隊の指揮官であるギルモア将軍がニューハンプシャー第4連隊の3個中隊を伴い抵抗を受けずに島全体を占領した。海軍は平坦部隊を動かし12月20日までに陸軍が高級的な占領を行うために十分な物資を確保していた。サバンナに入った最後の封鎖破りはイギリスの蒸気船フィンガルだった。その武器と弾薬を積んだ。 貨物船は11月半ばの晴れた夜にサバンナ川、川口のワッソーサウンド入り口に到着したが、翌朝深い霧に紛れて、さスと上流に進行できた。その後二度封鎖を破って脱出しようとしたが失敗し、その後装甲艦に転換された。この船の積み荷で、プラスト人でが得たのは、24ポンドのブレークリー砲2門と、大量の不評用イギリス製エンフィールド銃だった。 国軍のデュポンは、地元の船舶が使う代替水路を閉鎖しようとして、サバンナ川水寺に石を積んだ船を沈め、ウィルミントン島の南にある、ウォーソーサウンドと、スキダウェイ島にある、オサボーサウンドという南の入り江二つには砲艦を、詰めさせた。11月26日、タットノールの、機関 CSS サバンナが、リゾリュートとサンプソンを伴い、プラス一人での大砲の支援下に出撃した。 サスの外で北軍船舶に勇敢で短時間の攻撃を行い敵を海の方向へ追い出した。タットノールの船体は補給のためにサバンナ川上流に退き2日後に同じ3隻で砦に6ヶ月分の物資を届けた。ただし北軍艦船による活発な抵抗はあった。サバンナは一部航行不能となったが港に戻った。サンプソンは かなりの損傷を受けており、サバンナ川の紹介に戻ってきたのは、翌年11月半ばになってからだった。プラスキトリデ包囲戦の図、トリデと外角の砲台、北軍の砲台は、灰色上流の包囲用砲台は、不評と砲管の支援で、プラスキトリデとサバンナ市を遮断した北軍の包囲作戦は、軍事史に残ることになった。クインシー・アダムズ・ギルモアが、 トマス・シャーマン将軍の公平隊長だった。その専門家としての見識は、1859年に試験を始めた実験用試乗法の試験記録を追っていた。ギルモアは土地の視察をした後に、旧法と試乗法を使って、プラス1人での戦力を落とすという従来にない作戦を提案した。指揮官のシャーマン将軍がその作戦を承認したが、試乗法は約束しなかった。 砲撃の効果が制限されると考えたために、その承認は弱められ、でたらめに壁を振動させるものと見られた。しかしこの時の革新的な武器の使い方で用意した1万名の襲撃部隊が不要になった。この包囲戦に関わった上級将校である北軍のシャーマンも南軍のリーも、この砦が砲撃だけで落ちるとは思っていなかった。リーが以前に予測していたように取を サバンナ市から遮断するために北軍は上流の2箇所を選定した。一つはサバンナ川北水路の北岸に沿ったジョーンズ島東端のポイントビーナスだった。北軍のタットノール巡将は石を積んだスクーナーを沈めて川と北軍の支配するポートロイヤルをつなぐ水路の障害としており南軍の包括で川を紹介していた。北軍はまずその供給船の障害を払う必要が あった。これには3週間を要した。北隣のドーファスキー島に宿へと補給のための基地が設けられた。南軍海軍が使ったがわりン、上機駆動奉還選手に旋回砲を備えた助産や、タットノール南軍海軍准将タットノールの奉艦はこの時まだポイントビーナス付近の下流を支配していた。リーの積極的防衛策の一部として、 南軍のサバンナ川船体は継続してパトロールを行っていた。その官報があるために北軍包囲軍が川沿いで工作を行う場合は夜の間になされる必要があった。北軍の大砲は移動用線路の上を湿地から手で引き出す必要があり、半塩水のワニがいる湿地で働き、ついたの大半は腰まで水に浸かっている状態だった。 大砲は沼地に沈んで失われないように言いたと、砂袋で作った課題に置く必要があった。兵士は日中に休息していた。リーの推計では、鳥は砲撃や直接攻撃では落とせず、上のみがその陥落条件だった。物資の供給が続く限り持ちこたえるはずだった。南軍がプラス機鳥に物資を届けた最後の船は小さな蒸気船の間だった。 2月13日、北水路を下って定期的な輸送を行った。北岸の北軍新砲台の大砲が初めて砲撃した。その古いガワリン船がプラス一人でに到着し、砲台は9発を放ったがその後に大砲が課題から落ちた。北軍兵が戻って課題を作り直し、大砲を据え直した。2日後、灯台の明かりを消した中を間が南水路を進み、 タイビークリークを抜けてサバンナに戻った。ビーナスポイントの北軍砲台が据え付けられると南軍の砲艦が砲撃戦を挑んだが撃退された。次の週、砲囲側が完全に砦出を囲んだ。北軍はサバンナ側のビーナスポイント対岸にもう一つの砲台を構築した。そこからタイビークリークにブームを伸ばしてサバンナとコックスパー島を結ぶ電信線を切断した。 不評を二個中隊が入って、南軍の攻撃に備え、砲艦が水路をパトロールして、不評隊を支援することとされた。1862年2月下旬までに、砦に物資や援軍が届かないようになった。南軍の守備隊はくじけなかった。最後の通信手段は、毎週湿地を泳いでいく伝令だった。2月末、タットノールは、ビーナスポイントとオークリー島の北軍前進基地2カ所に、 対する水陸共同の攻撃を計画した。リーが、海陸軍の中を取り持った。ジャクソン砦での準備は、タットノールの機関は、1月に補給出撃をしてから、任務に戻っていたが、3隻の砲艦の1隻はまだ、動けない状態だった。リーは、タットノールの作戦が失敗すれば、サバンナシ自体が攻撃されやすくなると考えた。三対七でもサバンナ守備隊は苦しいだろう。 まして2対7になれば、敵の優秀な武装に対してどうにもならないであろう。砦を救済する検討はそれ以上行われなかった。いずれにしても食料はあと16週間分残っていた。一方で、北軍はジョーンズ島とバード島、ビーナスポイントなど川沿いの各所の改良を続けていた。4月10日から11日に北軍がプラスキトリデを砲撃したとき、 砲艦サバンナが包囲する北軍の大砲との砲撃戦に参加した。北軍の防弾構築物、タイビー島にもこのようなものを作った、プラス一人での攻撃力を弱めるために必要とされた大口径式情報が2月に到着し、ギルモアはそれらを取り出に最も近いタイビー島の北西端にある砲台に据えることにした。3月までにギルモアは工場船に用いる物資を 対 B 島に陸揚げさせた。道路を整備し、砲の台座を掘り返し、弾薬こと防弾策を作る必要があった。工事は砦に南西から近づく方向で進行したが、最後の1マイルは砦からの砲撃を受けるようになった。オルムステッド自身が狙いをつけた砲弾が北軍兵一人を二つに切り裂いたと言われている。高さのある砦の大砲から続いた砲撃は、 九砲の砲弾の効果があったので、タイビー島での工事は夜の間に行われた。毎朝まだ完成していない工場武器は砦から死人されないようカモフラージュされた。タイビー島に大砲を上陸させるために方針を輸送船から下ろし、満潮の時にイカダに乗せ、波に乗せて騎士に近づけた。干潮の時に人力だけで海浜に引きずり上げた。 放射に13インチ急砲を乗せるために250人が必要だった。後の北軍による水陸共同作戦ではこのような作業にコントラバンドの労働力が使われた。2.5マイル先の前線では大砲が湿地に沈まないように工兵が下映えの束でできた丸太道をほぼ1マイルも建設しなければならなかった。荷下ろしは使用の緩慢に合わせて昼夜行われたが プラスキ砦の南軍から砲撃されるために、北軍の島内の動きは、すべて夜に限られた。1ヶ月続いた工事の後で、九砲三十六門、十砲と戦場砲すべてが据え付けられた。砦に近く設けられた四カ所の砲台にはそれぞれ、具体的な砲撃の目標が与えられた。大口径ジェームズ砲のある、マクレラン砲台は、砦の南東面と銃眼を目標とされた。 旧砲のある、トッテン砲台は、南東壁の上で砲弾を破裂させるか、鳥出の外にある、隠れた砲台を狙うこととされた。コロンビアード砲のある、スコット砲台は、マクレラン砲台と同じところを攻めることとされた。5番目の砲台は、旧砲のハレック砲台だった。鳥出の北東面のアーチを飛び込むように砲撃し、当たる前ではなく、後に爆発するようにされた。 シーギル砲台には30ポンドパロット砲5門と24ポンドジェームズ砲1門があった。その任務は、砦出の砲座にある大砲を黙らせることであり、その後は、新艦弾を南東壁と付近の銃岸に1時間20内し12発を当てて貫通させ、後の不評による襲撃に合わせることとされた。砲撃は日没までとし、特別の信号係の士官が、 スコット砲台に駐屯し、スタントン、グラント、シャーマンの旧砲砲台の距離を伝えることとした。北軍の30ポンドパロット砲2門と砲弾5門のパロット砲が砦に、新艦弾を降り注いだ砦の砲核砲は、使用不能となった後で再開された4月9日に、激しいスコールがあった後、4月10日には、北軍の準備が整い、新しく指名された、方面軍指揮官。 デイビッド・ハンター少将が即座に降伏し、プラスキ砦をアメリカ合衆国の権威と所有に服することという要求を送った。オルムステッド大佐は私はここで砦を守り、降伏はしないと回答した。砲撃は午前8時に始まり、砦の南東隅に集中して大きな被害を与えた。南軍の砲撃について北軍の指揮官が効率的で正確な砲撃。 まさに正確で、我々の砲台だけでなく、その間を通る個人にまで狙ってきたと表現していた。時間が進むと、プラス一砦からの反撃が次第に少なくなり、その大砲は砲画から外されるか使えなくなった。北軍12インチコロンビアード砲のうち2門はその砲画から後ろに飛び出していた。13インチ9砲は10%足らずを目標に当てていた。しかし、 北軍のパロット砲の砲撃が効果的であることが分かった。砦の反撃に一時休止があったが、南軍の砲手は精力的な反撃を再開したので、パロット砲は壁を攻撃する任務を諦めて、南軍の大砲を黙らせるまで、そこに集中させることになった。夜になるまでに南東隅の壁が壊れていた。夜の間も定期的な砲撃がある中で、オルムステッドの守備隊は、 大砲数門を使えるようにしていた。夜間にデュポンの機関アセスをシュから100名の乗組員が30ポンドパロット砲4門の担当に派遣された。翌朝、風が右から左に吹いて砲弾の軌跡に影響する中で北軍砲兵隊は砲撃を再開し壁の穴を拡大することに集中した。ジョージアの砲手は再度目標を発見し砲撃し 朝の間前線し、いくらか損傷を与えた。と、表現されていた。これと同時に、パロット砲とコロンビアード砲が壁に大きな隙間を開け、砦の内部まで砲弾を送り込み、20トンの火薬がある北西の火薬庫が狙われた。オルムステッドは、状況が絶望的だと判断し、その日午後2時半に降伏した。ギルモア将軍はその砲兵隊による、包囲戦の事故評価で、 1600ないし2000ヤードから良い戦場砲が適切に機能し急速に破壊したその後に重い砲弾で緩んだ石細工を破壊したと報告していた42ポンドジェームズ砲が破壊力で勝っていたがその溝は綺麗なままにしておかねばならなかった13インチ9砲はあまり効果がなかった新しい30ポンドパロット砲がこの戦闘で大きな効果を上げた戦浄法は 格好法よりも精度が高く破壊効果が大きかった。その適用で両軍の上級指揮官が想像していなかったような戦術的脅威を与えることになった。30ポンドパーロット法が鳥の南東隅壁の3カ所に穴を開けた。格好法ではデタラメに壁を揺るがせるだけだった今日のプラス木鳥での壁古文書備暴力と電気北軍南軍研究論文教本。ありがとうございます。